石川県能登半島地震が起きて4ヶ月が経った2024年4月4日に初めて輪島市に訪れました。被災した状況を見て言葉を失いました。時間が経つにつれて石川県の地震に関する情報などが少なくなってきました。僕なりに石川県の現状を伝えたいと思い動画を作成しています。こちらは2024年6月18日、僕のオンラインサロンのメンバーが現地に赴き撮影してくれたものです。僕が初めて訪れた時から2ヶ月が経過して、瓦礫の撤去作業が少しずつ進み始めているようです。こちらは4月4日の映像です。高速道路の脇に置かれた土砂崩れの土砂などが詰め込まれた袋の数々です。無数にあった土砂の入った袋も少しずつなくなってきているようです。依然として道路の復旧はまだ道半ばのようです。作業員の方が懸命に作業をされていました。4月4日に訪れた時に僕が一番気になっていたのは土砂崩れの現場の数の多さです。高速道路を走っている間にも山肌がむき出しになった状態を20から30見かけました。6月18日現在、土砂崩れの現場は依然そのまま放置されているところが多いようですが、中には人が入って作業をしている場所も見受けられました。ご覧いただいているのは海沿いを走る青い水道管です。4月4日現在ではこの青い水道管にはまだ水は通っていませんでした。この海沿いの工場でイシルという魚礁を作っている夫婦にお話を聞くことができました。電気も水道もない状態で工場をどうやって再開するのか、とても悩んでいる様子でした。こちらは同じ場所の6月18日の映像です。青い水道管から簡易的な水道管を引くことで水はなんとか確保できたようです。裏山の土砂に押しつぶされた変電設備です。新たに設備投資することで電気もようやく復旧したようです。能登の伝統的な魚礁、イシルを作るために2人で力を合わせています。あずしさん、ご無沙汰してます。私たちの現状なんですが、7月に来ていただいた時には、水、電気が普通のままだったんですが、4月の下旬にようやく水も電気も回復しました。そこから1ヶ月工場の片付けや清掃を行い、5月の27日から一部工場が再開することができました。ありがとうございました。今は100%の稼働ではないんですが、徐々に工場を動かして本格生産に向けて毎日従業員と一緒に日々頑張っております。私たちは水道、電気は通ったんですが、輪島市内にはまだまだ水、電気はおろか、会社自体が倒壊したまま、手つかずの方もたくさんいらっしゃいます。そういったことをまた石川県以外の方、全国の方に知ってもらうきっかけで、また発信をたくさんしてもらえると、私たちもこの地元で頑張れる一つの願いになりますので、また引き続き心を寄せていただくとありがたいと思います。これからも能登で逃げることなくこの地に残って、復興、そしてその復興以上にまたこの能登が盛り上がるように、地域一丸となって頑張れるよう進んでまいりますので、ぜひ私たちの能登のみんなの生き様をこれからも注目して見ていっていただければと思います。じゃあ最後。
また来てね。ご夫婦の友人でもあり、輪島市で複数の事業をなさっている方のビデオレターです。田村さん、2ヶ月前お会いして以来です。こんにちは。あれから、約2ヶ月ちょい経ちましたけど、物理的な復興の方は順番に、輪島市進んでおります。僕たち自身の気持ちの面でも少しずつ復興復旧に向けて歩んでいる最中です。あの時淳さんが来てくれたことでものすごく、心も明るくなりましたし、とっても、その話をみんなにするだけでみんなも笑顔になってもらえたので、本当に感謝しています。ありがとうございました。これから実際に自分たちの地域を復興させていく、復旧させていくっていうところで、やはり課題になっていくのが物理的な復興だけじゃなくて、我々、現地に住んでいる、人間自身の、自分たち企業であったりとか、地域の人たち自身の復興っていうのも、課題になってくるなというふうに強く感じております。その辺も踏まえて、田村さんには2年後、3年後、5年後と長いスパンで輪島市に関わっていただいて、見守っていただけたらありがたいと思います。今後ともよろしくお願いします。ありがとうございました。こちらは穴水で被災をして自分のお店がなくなって七尾市に来て屋台村で小さな店を営んでいる居酒屋の経営者の方のビデオレターです。安住さん、今僕は屋台村で一生懸命頑張ってます。まだまだ自分の店の方は解体が進まず、ちょっと再開のめどは立ってないんですけど、この七尾屋台村で一生懸命頑張ってますので、また応援よろしくお願いします。あと、もう能登の方地震とかもう被害の方だいぶ収まってるんで、まあなかなか宿泊施設がまだないので観光客の方とかなかなか来れない状態なんですけど、まあ日帰りとかでもいいんで、できるだけみんな能登の方に来て、この七尾の屋台村に足運んでくれたらとてもありがたいと思いますので、ぜひ宣伝の方よろしくお願いします。田村淳さん、先日のロケット教室の時にはお世話になりました。ありがとうございました。子どもたちのもう久しぶりに笑顔が見れたことに対してまして本当に感謝申し上げます。七尾市も少しずつ復旧に向かってですね、進んではいるんですけども、今ちょうどようやく、さまざまな倒れかけてたものが解体が進み出した、そういう状況かなと思いますし、あと復興に向けてのさまざまなイベントが少しずつ、奥の友の方にもイベントが開催されてきている状況です。市民がやっぱり希望を持って元気を出せるような、そういうことがこれからも必要かなというふうに思っています。田村淳さんが来ていただくだけで皆さんが元気になると思いますので、また機会を見てですね、お越しいただければありがたいなというふうに思っております。また今後ともどうぞよろしくお願いいたします。僕は現在大人の小学校というオンラインサロンを運営しているのですが、サロンメンバーと一緒に1年に1回修学旅行に行っています。今年の修学旅行の行き先はサロンメンバーと協議して石川県金沢に行こうということになりました。そしてサロンメンバーのウクレレ部から石川県の皆さんにプレゼント。では石川県の皆さんに届け愛は勝つ。はい、心配ないからね。
もうすでに頑張っている人たちに対して頑張れという言葉を投げかけるのは正しいのかどうか分かりませんが、できるだけ現地に赴いて、できるだけたくさんの人と交流をして、石川県の現状を少しでも多くの人に伝えていけたらいいなと思っています。金沢に宿泊をして、日帰りでもいいのでぜひ石川県能登半島に足を運んでみてください。また皆さんに現状を報告できたらなと思います。